ケプラー12ビットとは地球から流座の方向に900%パーセック先にある太陽よりやや大きい恒星ケプラー12を公転している太陽系外惑星である。質量は木星の0.4倍であるのに半径が木星の1.7倍近くある異例のホットジュピターである。2011年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によりトランジット法で発見された。 発見の成果は同年9月8日に公表された。この惑星を発見した NASA のケヘプラー宇宙望遠鏡はトランジット惑星を発見するために継続的に宇宙の一地域を観測した。構成面を惑星が通過すると構成がわずかに減行したことが検出され、それが周期的に起こるため惑星による減行化を判断した結果、 惑星のトランジットが原因であるという証拠が出た。発見当時は、構成は、ケプラー12とは呼ばれておらず、キック1180万4665や、濃いマイナス20と呼ばれていた。欠点問題は、ケプラー12の高度の変化が、連星によるものではないと証明した。ケプラー12ビットの存在を確実なものとするため、ケプラーフォロー、アッププログラムにおいて、 WM 結句点問題は結句相望遠鏡を用いて食連星でないことを証明した。ウィン点問題はスペックルイメージングを使った調査で結句点問題による証明を補助し他の構成からの影響でもないことを証明した。2009年9月9日にはパロマー点問題がヘール望遠鏡に搭載されたフォロカメラで得られた近赤外線の画像により 欠点問題とウィン点ン問題の証明を再確認した。欠点問題は分光器ハイアーズを用いて、ケプラー12の視線速度をケプラー12ビットの特徴をより詳細に知るために測定した。視線速度の測定からケプラー12ビットの存在が確定し、1年半に及ぶデータの処理、解析から質量、半径、密度が求まった。 スピッツァー宇宙望遠鏡による再調査も行われ、ケプラーにより発見された巨大な系外惑星による構成面通過を観測するプログラム6028が実行された。その結果、逆転層と呼ばれる現象は起こっていないと仮に結論付けられた。構成ケプラー12はケプラーインプットカタログにおいては、キック1180万4465と呼ばれる。 スペクトル型は、早期の G あるいは、晩期の F と分類される。また、太陽に似ており、主系列星としては終わりを迎える Y 星で、赤色巨星に進化するだろうと考えられている。地球からの距離は 904PC あり、単位を光年に換算すると、約2947光年である。四等級は13.4で、肉眼では見えない。 太陽とは似ているもののわずかに太陽よりも質量は大きくイオンに富んでおり温度が高い。しかし半径は太陽の約1.5倍もある。ケプラー12ビットは木星の0.2431倍の質量を1.695倍の半径を持つ。木星の半分の質量しかないにもかかわらず木星の約1.7倍の大きさを持つことから 密度は0 1 1 0 g トルと非常に低く半径以上が起こっている。現在はまだ半径以上の詳細な科学モデルは明確になっていないが、惑星の初期の活動を起因とするものだと考えられている。ケプラー12ビットは比較の対象となることもある。例えば HD209,458 ビートは、 エネルギーの放出量が類似していることから比較されることがあり、トレイスマイナス4とは半径が類似していることから比較されることがある。ケプラー12ビットは軌道長半径が 0.556au で平均軌道距離は地球と太陽間の距離の5%に相当する。その軌道を4.4379637日で公転する。 軌道傾斜角は88.86度で基準面とは直行している。密度は0.111グラム毎立方センチメートルで水の約10分の1である。平行温度は 1480K で木星よりも5.8倍高い。また、軌道離心率は0.01未満とされ、ほとんど円軌道である。ありがとうございます。